立憲民主党の小西洋之議員が共産党を批判した維新の馬場代表について言及したとのことですが、あまりにも大ブーメラン発言にツッコミが殺到し大炎上しているようです。維新の馬場代表による共産党批判の内容や小西議員がツイッターに書き込んだ笑える内容、ツッコミが殺到した過去の小西議員の言動などネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の小西洋之議員が自身のツイッターを更新。毎日新聞等が維新代表共産なくなったらいい発言に小池氏反発撤回求めるとのタイトルで、日本維新の会の馬場伸幸代表が共産党に関し日本からなくなったらいい政党だと発言したことに、共産党の小池晃書記局長が24日の記者会見で反発し、看過できず断じて許すわけにはいかない、撤回を求めると述べたと報じた記事を引用。当然だと思う。維新は一線を越えている。国民の皆さんの良識が問われていると書き込みました。馬場代表は23日のインターネット番組で共産党が主張する政策について、世の中にありえない空想の世界を作っているなどと批判していました。会見で小池書記長は馬場代表の発言について互いの違いを認め尊重する民主主義を根本から否定する暴論だとも非難しました。また番組で馬場代表が自民党と維新の関係をめぐり、第1、第2自民党の改革合戦が政治を良くすることにつながると語ったことにも言及し、小池書記長は自ら第2自民党と認めた、自民党馬場派だと皮肉っていました。ニュースを深掘り。というわけで、小西洋之議員が維新の馬場代表が共産党を批判したことに反発した小池書記長を肯定するツイートをし、ツッコミが殺到しているということでしたね。この小西議員のツイートには24日当日の時点で約56万件表示されており、3600件を超えるリツイートがされています。そのほとんどが本当ですね。小西さんの良識が常に問われていますよ。ところで、君のみそぎはまだ済んでないのとちゃう？いつも一線を越えてるのはお前だ。と、小西洋之議員への批判的な内容で溢れています。小西議員は、馬場代表の発言に、維新は一線を越えている。と批判していますが、小西議員といえば、2015年3月20日の参議院予算委員会で集団的自衛権の行使を容認する2014年7月の憲法解釈変更の閣議決定について、安倍晋三首相が行ったことは法令解釈ではない、日本の法秩序を根底から覆すクーデターだ、憲法を何もわからない首相とそれを支える外務官僚を中心とした強心的な官僚集団と発言したり、同じく2015年9月17日の参院平和安全法制特別委員会で採決の際、河野池義忠委員長が手にする議事進行票を奪おうとしたが、自民党議員などが反対派議員の採決妨害を阻止するため委員長席を囲んだ際、小西議員が窓枠によじ登り頭上から委員長席にダイブしたり、同年9月30日に小西は自身のツイッターに、自衛隊員の母親の望みも虚しく、自衛隊員は他国の子供を殺傷する恐怖の使徒になるのであると記したが、非難を受け削除していますが、自民党参議院議員の佐藤正久に、いくら法案反対でも非常識すぎると怒りをあらわにして批判されていました。また2021年3月10日の参議院予算委員会で田島麻衣子議員の質問が
平井卓也デジタル改革担当大臣に事前通告されていたかという問いかけに対して、小西議員が田島麻衣子議員に嘘でいいから口頭でいいから、まあやる必要のない嘘は言う必要はないからと促したり、最近でも放送法が定める放送局の政治的公平性をめぐる総務省の内部文書を公表し、安倍政権下の2014から15年にかけて当時の首相官邸と総務省の間で放送法の解釈変更を試みていた可能性があると指摘した件で、放送法文書を捏造断定した高市氏についてツイッターで、本日の予算委は戦後最悪でした。総務省局長は、高市大臣が捏造と呼ぶ行政文書を作成した官僚が捏造したと証言したか？彼らに質問通告通り、捏造したかと尋ねたのか？などの質問に全て答弁拒否した。自民党の末松委員長の指示に反しても答弁拒否を続けた。高市氏は万死に値すると書き込み、大きな批判が寄せられていました。そして未だ国民の記憶に新しい今年3月、参議院憲法審査会の幹事懇談会後、国会内で記者団に対し、週1回の開催が定着している衆議院憲法審査会について、毎週開催は憲法のことなんか考えない猿がやることだ、憲法を真面目に議論しようとしたら毎週開催なんてできるわけがない、私は憲法学者だが憲法学者でも毎週議論なんてできない、何も考えてない人たち、蛮族の行為、野蛮だなどと述べ、憲法審査会野党筆頭幹事を事実上更迭されるなど、これまで何度一線を越える言動をしてきたことか。これにはSNS 上でも、小西博之、今世紀最大のお眉発言とツッコミが殺到しており、やはりブーメラン直撃となっているようです。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。何百戦も超えてる人らしい適当な発言、最後に国民の皆さんの良識が問われているなどと責任を押し付ける仕草も板についてる。良識が問われるのは小西お前、お前の蛮子発言も大して変わらんよ。あなたの高市大臣に対する恫喝は一線を超えていたと思う。それについてどう思う？あと、あなたの馬場さんに対して行ったことは、人として失礼や粗相を通り越していたよね。あなたは開き直って批判に転じていたよね。ふざけているとしか言いようがない。それはいいですが、機密情報をどのような手段で入手されたのか、未だご説明いただけてません。国防や安全保障に関わる重要な内容になるので、早くご説明お願いします。国民の良識を都合よく使う前に、まずはご自身の良識を点検してからだと考えます。数ヶ月前に、いつお辞めになりますかと、大臣に国会という場所で、発言していた人の発言と思えない。小西博之さん、自分は何を発言しても正しくて、他者は否定するのでは、とても良識があるとは思えないですよ。国民の良識は常に選挙で結果が出ます。次の選挙の時には、国民の審判を真摯に受け止める度量を持ってください。良識のかけらもないゲス野郎が国民の皆さんの良識が問われているとは笑わせるな。普段自分たちがどのような発言を繰り返してきてたのか、あり方の問題にまで言及しては来なかったかでしかないですよ。
立憲民主党もなくなったらいい。これが国民の良識。そもそも、こいつ受からせちゃった千葉県の皆さんの良識が問われてますね。小西が目立つからかな？は、ワードチョイス能力が極めて低い方が多いと感じています。忙しすぎて、脳に酸素が十分量回ってないのかもしれませんが、昔から不思議でしょうがないです。この人まだいたんだ。あなたは2戦も3戦も超えてますけどね。私には万死に値する発言の方が良識に反していると思います。他人の振り見て我が振り直せ、です。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？本当に、どの口で言っているのか、自分で何を言っているのか分かっていないのでしょうか。あまりにも愚かすぎて、開いた口が塞がりません。小西議員が、国民の皆さんの良識が問われていると書き込んでいますが、国民の良識があるからこその立憲民主党の支持率が 3% であり、あなたに対する、至極真っ当な批判なのではないのでしょうか。国民を馬鹿にして喧嘩を売っているのでしょうか。いや、あなたが単に愚かなだけですね。だから、立憲民主党も、間もなく、野党第一党の座から転がり落ちるのでしょうね。こんなくだらない書き込みをしてる暇があるのであれば、少しでも国益にかなうような行動をしてみろと言いたいところですが、何度言っても無駄なので、一刻も早く消滅し、その存在がなかったことになってほしい、そう願わずにいられないのは、果たして私だけなのでしょうか。おそらく一部先鋭化した支持者を除いた、ほとんどのまともな日本人は、そう思っていることでしょうね。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。